卵です。中国の河南省の、はい、恐竜の卵、はい、しかもこれ完璧な形をしておりまして、2個、はい、2個です、はい、うわすごいな。これは宝物でしょ、はい、もう世界に志教育を広げるということで、この記念に持ってまいりました。で、あの先生のが、あの世界の子どもたちにぜひメッセージを、あのこれで、はい、発信していただきたい。これで物語も作れますんでね。そうですか。実物を見ればね、その質量とかそのあれで見当がつくわけですよ、はいはいはい、私も自分でいっぱいそういうものを集めてましてね。ですよね。骨とか隕鉄、隕石、はいはいね、そういうものを並べて喜んでる。前回伺った時にうんこの化石を。うんこの化石は噴石です。噴石の化石もあったし、それ坑道は下を通りますよ。通ります。ありがとうございます。そう、前回僕起きた時も月面に文明があるって写真見せていただいて、月面にも金星にも人間と同じような感覚の町の跡がありますね。あ、そうですか。ですから知的生命体になるとやることは同じなんですね、うん、結局作るべきものは同じような構造になる、うん、金星のお城の遺跡の土台なんていうのはモン・サン・ミッシェルそっくりです。カーブから階段の付け方から橋の渡し方、屋上から屋上へ移動する仕方も全く同じです。から門扉の形こうなってるんですよね。こうなってる。ね、丸い紋章がついてる。でも公表しないでしょ。はい、皆さんも。あそれで金星の百鬼圧の中に入って、はい、空中から低空で撮った写真なんですね。それ一切公表しない、うん、あそう。私にはくれたんですよ。はで、どこでも好きに使っていいよって言われてね、はい、で100枚ぐらいもらった。その中の1枚で、ね、これぐらいに伸ばすとこの1点ぐらいの細かいところが気になるからそこだけ伸ばしてみたんですよ、はい、データ。したらちゃんとその城壁の跡から階段からその階段もこう行くまっすぐのが途中で分かれてたりね、橋に欄干がかかってたり、こうなんか本当に面白いですよ。月面にも同じようなもの、二股の手前で橋が渡ってるんですよ。そういうようなね、面白い構造で、それで有人宇宙飛行が随分降りてるでしょ、うん、でその飛行士が降りたところをかぐやがどんどん撮ったでしょ、うん、そしたら有人着陸をしたあたりの風景が左右同じだったり、左右ですよ、うん、ということは何らか の対照的なところを降りてるわけですよね、うん、そういうのは一切公害しないでしょうかな。でも何かあるかもしれないという、うんうん、で私はこれは私の勝手な想像で、そこからこうじっと睨んでてね、船着き場みたいに見えたり、その司令部があるビルみたいなものがあったり、その脇に街並みがあったりね、道路があったりするんですよ。それはしかし私の勝手な妄想かもしれませんのでね、絵にしろと言えばできるんですが、ただそれはあくまでも私自身の妄想かもしれないですが、学者さんに言わせても、から私の弟もその学者の一種ですから、うん、あれですね、知的生命体がなすことは結局は同じものを作ると、うん、大小にかかわらずね、はい、同じものようなものを知的にこう考えていくと構造は同じになる、うん、そんなこと言ってました、ね。なるほど。OK ですか。そこら辺にも化石が明らかにあるはずです。ああ、これは象ですね。
もう恐竜の化石です。これを今日は。これ今日恐竜の卵。卵の。え、待って、これ下ろしたら見てください。はい。あの中国の河南省で、はい、七八千年前、八千万年前ですね。うん、はい。何とかいらっしゃるんですか。あのいや私は行ったことないんですけど、これあの、はい、手に入れたもので。白亜紀ですね。はい。そうそうそう。ティラノサウルス、ティラノサウルス、ええ、あ、いや、ティラノサウルスって書いてます。時代的には時代的には同じやん。あ、あの下のやつ、ごめんなさい。ありました。探ってもらったんです。はい、何が、コンセントです。コンセント、これ、うん、じゃあ、ボタセットしましょう。はい、いや、コンセントここにもある。あ、ここにもあります。そこにもある。あ、うん、ここに近いの、はい、コンセントあります。どうぞご覧ください。うちにもなんかそれは何だったの。あれは三葉虫。はい、三葉虫。三葉虫は、これは卵ですね。これは どんな恐竜ですか。はい、どうぞ、大丈夫です。分かってる。どんな恐竜。あの、ね、卵からはどの恐竜だったかというのは分からないそうです。繋がってるんですか。この中にですね、あの骨がある場合があるんですね、中開けると。出来かけてるあれだったのかしら。孵化してる途中の、あ、うん、まあ中でこう、お、重かったでしょうね、持って帰る方。すごい、うわ、これ、きっともう先生の中にはいろんな想像が。でも、でも長い間別々に産んでも、いや、だから、いっぱい産ん、はい、たくさん産ん、たくさん産むそうです。こうやってお尻もう何十個と、ね、しかも層になって産むそうですね。はい、そうしないと、はいはい。そうね。うん、いや、蓋したらダメだよ。いただいたんですか。うん、はい、今日は。申し訳ない。ありがとう。先生にはあの漫画で世界に志を伝えていただければ。またこれで漫画描く。もうこれがあればね、断固として描けるもんね。あ、この表面は、これは土ですか。これはですね、はい、あの卵の殻ですね。殻ですか。はい、で水、そこに浸っていた水の色がこう染みちゃってこういう色になるんです。あ、ちょっと見ていただいていいですか。で、このか、これ卵の殻ですね、ですから、はいはい、この中に骨が入っている場合があるんですが、はい、蛍光灯がでも振り返すのは、それはあの恐竜の骨ですね。そうですね。あ、そうですか。暗くしちゃう。いや、持って帰られる方大変だったでしょう。重たいですよ。重たいですよ。中の普通のあれじゃなくて、密度が高い感じ。ああ、密度ですよね。はい、本当に申し訳ないわ。すみません。もう数千個単位で発見されたそうです。この同じ場所に、なんか水かなんか洪水かなんか流されたって感じ。はい、はい、そうしましょう。あ、陰鉄ですか、それは。陰鉄ですけどね、断面がいいでしょ。でかいですね、これすごい陰鉄ですね。あ、しかもカットしたんですね。で、あんまり大きくなるとか、あの殻 の, ちあの力が強くて破れないそうです、うん、なんかこれも素晴らしいですね。ドラゴンはこれぐらいの大きさが限界になってそうです。化石のテーブルですよね。あ、これもこれこれそうなんですよ、化石なんですよ。あ、これが噴石。これがあの噴石です。あ、恐竜のうんこの恐竜のうんこなんだ。大丈夫ですよ、匂いか。匂いはしないか。骨が見えるものもあるんですけど、これ食べてたものが分かるんじゃないですかね。あ、分かりますね。なるほどね。オッケーですか。卵はなんかでも縁起がいい気がしますよね。そうですね。
もう生命の、はい、そうですね、竜の玉です、ね、竜のドラゴンボール、ドラゴンボールね、確かに、あ、ドラゴンボール、本当に確かに二つ対になってるのがいいですね、これ、ね、ああ、いいですね、うん、この中のどなたか持って帰れば、あ、私が、はい、はい、先生、いい先生、はい、私もね、ぐるぐる巻きにして、あ、そうですね、あの、発泡スチロール、いろんなも入れました、はい、ありがとうございます。これいっぱい並んでるのを見られたらしいんですよ。それはこう悩まれた時に変えなかった博物館並みだったね。そうですね、おぉ怖かった。恐竜の卵の下敷きになる結構重いな、足の上に落ちたら破滅だけど、うん、すごい、わぁ大丈夫、これ高さ、はい、取れるか、はい、じゃあお願いします。こっちにレフを、はい、まあ、ちょっと温めます、はい、じゃあこれどうしましょう、これはもうしまいましょうか。そうですね、はい、置いてもらえばいい、あ、ここに、ここに置いて、下のちょっと下のところに、このじゃあこれを、この中でこうして見て、見てる、見てしてやりましょうか、この方がいいですね、これアングル的に、ちょっとそちらを持ち上げれば、いや、大丈夫、はい、よし、ヒカルさん